そうなるのかなって。まあいい打線なのでもちろん、いいところに投げられなきゃ悪い結果になるっていうのは、まあ、毎回そうですけど、まあこちらにいい流れを持ってこれなかったなっていう、ピッチングだったかなと思います。まあもちろんいいチームだっていうのはもちろんありますし、まあサンプルが少ないので何とも言えないですけど、もちろんいいチームだというのと、まあ自分の調整というかね、まあ、その出してるパフォーマンスが良くないなっていうところかなと思います。Joey, do you think you were tipping your pitches at all? 特性出てたと思いますか？どうなんですかね、まあ、それは向こうに聞いてみないと分かんないですけど。その時点で違うなという感じはなかったですけど、まあ、やっぱ投げてるところに思い通りにいかないなというのはありました。そうですね、まあ、今は、ね、調子悪いですけど、必ずこういう時はあると思うので、まあ、こういう時こそ、ね、しっかり切れるように、まあ、今日もまだ1試合あるので、切り替えて頑張りたいなと思います。腰の方はどうでしたか？影響ありましたか？ピッチング。腰は大丈夫でしたね。はい、見え方的には悪くないですけどね、まあ、全体的な流れとしてそのチームの流れもそうですし、そこをまあ切れるような一本を自分自身が受けていないというのは、まあ反省点かなと思います。